ニューヨークのクニッシュ専門店、ヨナシンメルズクニッシュベーカリーのクニッシュクニッシュ、またはクヌイーッシュは小麦粉の生地でフィリングを包んだ東ヨーロッパの伝統的な軽食の一つ。ユダヤ系デリカ鉄線などで食べられる東ヨーロッパ系ユダヤ人の軽食として有名。オーブンで焼くタイプのピロシキに似ているが、形状が異なる。アシケナジムのクニッシュはパイ生地を用いる。 最も伝統的なフィリングは、シュマルツで調味した玉ねぎ入りのマッシュポテトのみで作られるが、マッシュポテトに牛、ひき肉、ほうれん草、そばの実のカーシャ、ミックスベジタブルなどを加えたり、じゃがいもの代わりに、さつまいもを用いたクニッシュもある。もともとはクニッシュを長方形に成形していたが、近年では、右上の画像のように丸く成形し、上部の生地に穴を開けて中身が、 少し見えるようにした形が多くなった。ウクライナのクヌイー種は、牛乳、バター、鶏卵入りのイースト生地で、野菜、肉、または、フレッシュチーズの具を包んだ料理である。ウクライナ出身の料理研究家、マルタ・ファーリーピセツカによると、20世紀までには、クヌイー種の人気は衰えてしまったという。カルバティア山脈地方のブコビナなどでは、カーシャをフィリングとしていた。 長方形に伸ばした生地の上にフィリングを乗せて焼いた際に中の蒸気が逃げるように少し隙間をあけて包むのが特徴。東ヨーロッパにおいてはオードブルに供されるような小さいサイズのものが一般的であるがニューヨークなどではハンバーガーほどの大きさのものがよく売られている。ありがとうございます。